今の奴の攻撃の瞬間が。だが今の攻撃予知はできた。今完全に食らわなかったのは俺の手に穴が開くのが予知できたからだ。ギリギリで奴の攻撃はかわせる。今のあのゴールドエクスペリエンスの攻撃は確かにすごいパワーだった。しかしただそれだけだ。ただパワーがアップしただけだ。脅威ではあるが予知ができている。俺には乗り越えられないことではない。キングクリムゾン、我以外の全ての時間は消し飛ぶ。見える、こいつのスタンドの動きが。何をしようとしているのか完全に。ダメだ。帝王はこのディアボロだ。依然変わりなく。やった、勝った。俺は…反旗を広げ。